対局開始。お願いします。久しぶりの将棋坊主です。タイに旅行してたんで、タイに2ヶ月2ヶ月まで行ってないですね。1ヶ月半ほどいましたので、まあ、歩き人チャンネルの生放送も、休んでましたし、将棋ウォーズ動画も、まあ、でもね、あでもこれ3六歩があるな、3六歩同歩、あないかこれ、あまあいいや、もうしょうがない、こすか、同歩5五角、ね、の筋があったんで、同歩はちょっと危なかったですね。で、これ、3七歩成同銀、あっ、うん。これ銀当たったらいいんじゃないの？これ飛車引いて3六歩で押さえて、これ別に悪くないんじゃないですかね。これ4七金の筋をね、ちょっと作っておきましょう。うん。まあ、矢倉にしていくっていうかね。うん。相振り飛車は矢倉も割といい形なんで。ああ合わせの歩同歩で同銀、これはこっちに銀を振り返るってことですかね。にああそっちですか。2四銀として次1五歩同歩同銀みたいな攻めを狙ってんのかななんて思ったんですけど、そういうわけでもないのかね。次こうついてくるの、まあ別にいいですけどね。右矢倉5五歩ですか。これぶつけたらどうなる。同銀同歩、次2三銀狙いですけど、まあさすがにそれは知らせてくれないよね。おお、歩の交換はさせませんよっていうことなんですか。ならば6筋に展開していきましょう。ああそれも防いでくる。あちょっと待った、4号、ああまあでもこれ3三桂と跳ねられて、まあ4号の歩取られるみたいな。2分。これこうなったらどうするのかな。これ引いて2四銀打ちで一応飛車が取れますけどね。あこれは1本取ったんじゃないので、まあ銀がちょっとそっぽに行くけど、いやこっから攻めてくる気ですか。これ一回こう角いじめる？これ角逃げたら、ああ、そうですね。角逃げても王手角取りですからね。これはどうしようかな。もうこれ取られても別に大したことないので、とは言ってもなんだ。1分30秒。まあいいや。形勢良くても時間負けたらもう元も子もないかな。うん、これ飛車逃げると角、もういいや、もう飛車上げるよ、もう飛車取られても同角でいいでしょう。まあ歩がなってくると思いますけど、これもうこっち行って銀を次パシッと切っちゃうような感覚でね。うん、これ銀引っ掛けとかダメなの。まあ金逃げると思う、あ金引くのか。これ取っておいて、同金ですかね。これ、角切りは、同金ですか、同玉 ?1 分。ちょっとまぁ、ちょっと危ないな。ちょっとね、今すぐ角切ると、王様ね、上部脱出される可能性がちょっとあるんで。まあここで切りましょうか。これはもう、同玉は金で、ちょっとね、叱りつけておいて、これがもう詰め子だよね。これ勝ったっしょ。ああ、これは勝ちましたね。勝ちましたよ、これはさすがに。まあ次も6四角成とか、もういろんなや、そうかな。これは、ああ、でも、ん？ああ、でもこれ結構危ない、これ。これ5七とっていう手があるので、そこで詰めろで、詰めろの連続で、あでも銀使ってくれたので、
あーでもそっか、その手が粘りある。30秒。ちょっと待って、これ危ないな、これちょっと、うーわー、角ですか。ここでもう原銀わかんないけど、いやこれね、油断ならないね、これね。こうやるでしょ。20秒。あ、わからん、どうしよう。ちょっともう無理やりこうやってやって、でこれが一応詰めろにはなってるよね。うん、これはまあさすがに勝ったんじゃないの。これ取ると、あ、取らない方がいいか。あ、取るか。38銀打ちですよね。あ、38歩もあるか。でもまあ銀打たれて逃げて、それ以上詰め、王手がないんじゃないですかね。はい、ありがとうございました。厳しい戦いをよく乗り切ったな。はい、まあなんとか勝利を飾ったところでですね、今日は2023年3月17日です。ちょっとですね、まあ時代の、まあ、一つの記録というか、まあ、まああんまりそのいい話ではないんですけども、ちょっとツイッターでね、面白い動画が出回ってたんで、ちょっと皆さんにちょっと見せたいなと思います。まあ、これ別に、まあ、もし著作権侵害って言われるなら、まあ、まあ、一応作者はいるんですけど、YouTube じゃないの、まあ、ちょっとやっちゃいますね。もしダメって言うならもう撤回しますので、ちょっと皆さん見てください。これさ、電車でなんでさまだマスクしてんだろうね。文章です。そういう人もいるよね。うん、いや、ま、マスクをね、3月13日から個人の裁量を自由にするってなってね、でみんな期待してたと思うんだよね。なんで未だにマスクをしてるのか。ごめんね、急に喋ってね。で、別に責めてるわけじゃない。いいと思う。いいんだけど、問題は自分はしたくないのに周りが外さないから私も外せないって言うんだとしたら、考えないといけないよね。突然すいませんね。うん、13日になったら周りが外したら自分も外せるだろうなと思ってた人が、周りが外してないから自分も外さないんじゃないの。いや、花粉症はしょうがないですよ。そういう人もいる。そういう人もいる。でもまあ考えてほしいよね。うん、もし隣がねみんなしないなら、あ、ごめんなさい、隣がね、みんなしてないなら私も外したいなってみんな思ってるんだとしたら、それってさ、本当に自分の気持ちを行動してることにならない。だからね、自分の胸に手を当てて考えてほしいよね。もし隣も外したら私も外したいと思ってるんだとしたら、多分隣も同じこと思ってるね。そこだよね。まあこんな変な人がいるってね、いたことをまあちょっと笑い話にもして、家族友人と話してみたらどうかな、ね、きっと周りの目の方が大事な人が多いんだと思う、多分ね。そこを言いたいんだよね。ちょっと大きな声で、ほんと失礼しました。はい、ですね、勝又さんという方がなんかそういう、まあ今のですね動画を撮影していたみたいです。でこれね、これ時代を超えて普遍的に何を言ってるのかよくわからないという、まあ、視聴者の方が多いと思うので、まあ、一応説明しておくと、これ2023年3月に撮影された動画なんですね。で2020年に、まあ、新型コロナウイルス騒動っていうのが勃発して、まあ、ウイルス、まあ、感染症ですよね。でその感染症がね、もうこう社会でこう極端にこう騒ぎになってしまって、でなんかそのマスクが流行したんですよ。でそのただ流行するだけじゃなくて、そのなんかそのマスクをしていることが良いことで、まあ、そのだからもしかしたら自分が、ウイルスを持ってるかもしれないから、他の人にうつさないようにするためにマスクをするべきなんだみたいな、なんかそういう概念というかですね、そういう思想が、まあ、日本でこう広まってしまったんですね。で別にマスクしなきゃいけないってわけじゃないんだけど、ありとあらゆるところでマスクをお願いします、マスク着用をお願いしますって、いろんなところでそんな張り紙やらアナウンスやらが
されてですね、で国も一応マスクを推奨してるみたいな、まあ、そういうことがですね3年も続いたんですよね。で別にマスクは義務化されてないんですよ。別にマスクせずに電車に乗ってもいいんですね。でまあ、それでですね結局その日本人がそのあまりにもマスクを人々がしまくってしまったせいで、そのマスクしないことが変なやつなんだみたいな、そういう概念が作られちゃったんですね。マスクすることが、まあ、特に電車の中とかでマスクをすることが普通の人であって、マスクをしないのは悪いやつなんだ、てか変なやつなんだ、うん、ちょっと頭が土地狂ってるやつなんだみたいな、まあ、そういう概念というか、まあ、そういう空気ですかみたいなものが作られてしまって、まあ、それに怯えた人たちがますますマスクをやめられなくなってしまったっていう、まあ、そういう状況がありました。で、ちょっともうニッチもサッチもいかなくなって、まあ2023年になって、政府が、日本政府が、マスクは、屋内であっても屋外であっても、もちろん電車の中でも、個人の、判断ですよっていうことをですね、この3月にですね、まあ、そういうふうに政府が、言ったわけなんですよ、うん。でそれを受けて、JR 東日本もですね、JR 東日本は13日後のマスク着用について混雑時も含めて乗客に着用を求めず個人の判断に委ねる方針を明らかにしましたと、ね。JR 東日本は、新幹線や在来線を問わず混雑時を含めたすべての時間帯で乗客にマスクを求めず個人の判断に委ねるとか、もう個人の判断にずっと委ねてきたんですけどね。私別に2022年も2021年も2020年もマスクなんかして電車のこと一度もないですよ、うん。私は電車旅行中とかたまに乗りますけど、マスクなんか一度もしてません、うん、してないよ、全くしてません、うん。でも自分以外は全員してましたよ。で、それでなんか問題あるんですか？うん。まあなんだけど、ただね、その自分みたいな人はいいのよ。でも、日本人にはさ、個人ってものがないの。うん、これ前提としてね。個人ってものがないから、個人の判断なんか普通できないわけですよ。うん。だけど、みんなの目ば、みんなの視線、みんなからどう思われるかってことね。あの人マスクしてないなと。まあ、あんなやつなんかちょっと嫌だわみたいなね、まあ、そういうふうに思われるんじゃないかっていうさ、恐ればっかりが渦巻いて、別にそう思ってるかって言ったら別にそう思ってないと思うんだけどね。ほとんどの人は何とも思ってないんだろうけど、そう思われるのではないかっていう、恐れというか不安というか心配、まあ、日本人ってその不安を感じやすい民族だから、そういう他人からのさ、その評価ってすごい気になっちゃうんだよね、日本人はね、国民性として。なので、まあ、政府としてもですね、個人の判断ですっていうふうに言ったんだけれども、で、JR 東日本もそれに応じてですね、個人の判断ですよということを言った。これ別に JR だけじゃなくて、他の鉄道各線も追随するように、まあ、そういう方針にしているわけですよ。なので、まあ、私は別にマスクなんて最初からする気ないから、別にいいんだけど、ただマスクお願いしますってさ、いや、もうしつこくアナウンスがあるわけですよ。で、それが鬱陶しかったんで、これでね、そういうね、着用を求めるというのは終わったということで、やっとね、やっとマスクの宗教、マスクって宗教ですから、終わったなということで、もう最近本当にね、肩の荷が下りたというか、本当ね、なんかこう、すごく、やっと終わったなって感じで、すごく、なんていうんですかね、まあ、解放感というか、まあ、すごく、胸をなで下ろすというかまあそんな気持ちになってですね、非常にまあいい気分なわけですけれども、まあそこでですね、この13日からもうマスクのお願いはしないということ で13日になったんですね。でところがですね、ほとんどの人はマスクしてたんですね。まあ実際私も東京とか行きましたけども、まあ確かにほとんどの人はマスクしてますね、うん。屋外でも道歩く人も電車の中も、政府が何を言おうとですね、やっぱりみんながマスクをしてたら自分はマスクをやめられないっていうのが日本人なんですね。ですから、まあ電車の中でもマスクやっぱりほとんどの人はしてるみたいです、うん。
で、それを見てですね、なんかその勝俣さんという方が、まあ、そのいきなりその知らない人に話しかけて、したくないのにさ、周りの目が気にしてマスクしてるんじゃないのと、うん、でももしあなたがマスクを したくないのに周りの目、まずは世間体ですよね、その世間体を気にしてマスクしてるんだとしたら、多分他の人も同じことを思ってるよってね。だからあなたが、まあちょっとそこまで言わなかったけど、あなたが辞めないと他の人も辞められないんじゃないのっていうさ、お互いにそういう気持ちを持って、お互い勝手に縛り合ってたらいつまで経っても終わらないよと、誰が幸せになるんですかみたいな、まあ、まあ多分そういうことが言いたかったんだと思うんですけど、でさ、さっきの動画ね、この、あ、違うな、あ、これですね、この勝俣さんの動画なんですけど、まあなかなかね、ネット上で評判が悪いわけですね。で、これね、この動画ね、まあ、かなり、その、今までそのマスク全体主義、コロナ騒動を批判してきた人からかなり批判されてるんですよ。余計なさ、騒ぎ起こすな、みたいなね。こんなことするせいでマスクしてない人が変人だと思われるじゃないか、みたいな。まあそういうことを言ってね、批判結構集まってるんですね。でさ、ここから私が言いたいことなんだけど、別にこれはもうそのね、善悪とか正義の問題というよりも、もうそれぞれのね、感じ方の問題になってくると思うんだけれども、私はこの動画の勝俣さんのですね、動画ですけども、私は支持しますよ。うん。もっとやれって思ってますね。もっともっとやって、もっと山手線で、なんであなたマスクしてんですかってさ、動画撮影しながら言ってほしいですね。うん。まあ自分はやらないけどね、自分はあんまりその他人に話しかけるの得意じゃないからやんないけど、勝俣さんがそういう気概があるんだったら、これからもずっとや、まあずっとっていうか、まあそのしばらくやってってほしいね。うん。これなんでかっていうと、要はね、要するに勝俣さんとしては、その、要はマスクなんて普通さ、のべつ幕なしするものじゃないでしょ？普通の人の生活とスタイルとしては、そのずっとマスクし続けるっていうのは異常なわけですよ。だからその要は日本人の中で我慢してマスクしてる人がいると、でみんなが我慢してるから自分も我慢しないと妬まれるよねっていう気持ちが渦巻いてしまって、で誰しもがマスクをやめられなくなってるっていう、そういう悪循環に陥ってんじゃないのかと。うん、だからそれを断ち切るためには、いや、俺やんねえって感じで、あ、私もやんねえ、俺もやめたでござるって感じで、次々とマスクをやめてもらわないと、社会が正常化しないじゃないかと。っていう、まあそういう問題意識があると思うんですよ。だけど、要はね、結局なんでその3年間もさ、日本人がマスクやめられなかったかっていうと、政府がどう言ってるかとかさ、JR 東日本がアナウンスしてるからって、まあそれもあるかもしれないけども、一番の原因はみんなの視線なんですよね。うん、そうですよ。だってさ、そうですよ。だって本当にウイルス対策だとか言うんだったらさ、家の中でこそマスクするはずだよね。自分の家族がいるさ、家の中でこそさ、その密集してるわけでしょ、自分の家の中はさ。うん、そんなに換気もしてないし、だったらそこでこそマスクするはずだけど、それは多分しないでしょ。なのに屋外でね、街歩いててマスクしてるってことからして、しかも夏の炎天下、お日様ギラギラの中で、ギラギラね、気温が30度ぐらいいってる中でマスクしてるっていうのは、これも完全に世間体を気にしてるということでしかないんですよ。もうそれはもうさ、日本人自身が分かってるでしょ。これ分からない人います？ね、本気でウイルス対策だってさ、思ってる人いる？多分いないと思いますよ。世間体対策ですよ。うん。で、これはたださ、世間体対策だってさ、つまりその、まあ、その誰、みんなにどう思われるかってことばっかり気にしてるのが日本人なわけですよ。でさ、要するにマスクしてないと、変なやつ、悪いやつ、僕たちの仲間じゃないやつ、ね、っていう風に思われるのが怖いからマスクしてるんだよね。息苦しさ、暑苦しさを我慢してでも、
みんなからのけものにってか、まあ変なやつだと思われることの方を避けたいっていうのが日本人の、まあその損得感情なわけですよ、普通はね。うん、まあ私はちょっと違って、別にみんなに変な人とだ思われてもいいから、自分が好きにやりたいっていうふうに、まあ自分ならそう考えますけども、まあまあ普通はそうじゃないんですね。で、じゃあさ、その山手線で、まあ未だにね、90%、まあ 95% か分かりませんけど、まあ多くの人がマスクしてますと。その中でマスクしてない人がですね、突然その知らない人に話しかけて、こんな動画撮影しながらなんだかんだ言い出したらさ、これどう思いますかって話なのよ。つまりその今までコロナ騒動を批判してきた人の問題意識ってここなんだよね。つまりこの動画をやることによって、この本人ね、この勝俣さんって方はその社会に対して問題提起したつもりだったかもしれないけども、普通の日本人はそう受け止めないわけ。つまりこうやってそのマスクをしない人っていうのは、他人にいきなり話しかけてマスクがどうだどうだってね、 いちいちさイチャモンつけてくるような変なやつなんだっていう印象を持つわけですよ。だからこういうふうに話しかけることによって、ああそうだよな、自分がマスクしてるからみんなマスクでやめられなくなっちゃうんだよな、マスク明日からやめた方がいいな、それが世のため人のためだなってさ思う人は稀で、そうじゃなくてそんなこと思える人は最初からもうマスクなんかしないの。そうでしょ。そういうふうに考えることのできる、そうやって行動に移せるような人は、政府が何と言おうと別にマスクは義務化されてないんだから、そういう人はもうすでにとっくにマスクなんかやめてるんですよ。うんね、未だにマスクやめられない人っていうのは、そんなのとっくに分かってんの。自分がマスクしてるから他の人がマスクやめられないっていう、そういう悪循環に陥ってることぐらいなんて薄々感じてんの。なんだけどやっぱりみんなから変な人だと思われたくない、少数派になりたくないって気持ちの方が大きいの。だからやめらんないの。だこういう人がね、そのマスクがどうのこうのとか言うと、余計にマスクやってない人は変なやつなんだと。じゃあ自分もマスクやめちゃったら変な人の仲間入りになっちゃうんだと、で変な人と見られちゃうんだと、ってことを人々は余計萎縮してマスクがやめられなくなるじゃないかと。でマスクがやめられなくなると、やっぱりそのマスクしてないね、自分たち、コロナ騒動批判してきた自分たちの肩身が狭くなるみたいな。つまりその要するにね、そのコロナ騒動を批判してる人たちもやっぱり世間の目気にしてんだよ。この勝俣さんも含めて、これを批判してる人もな。うん、で私はそこをねちょっと突っ込みたいわけですよ。ちょっと話長くなりましたけど、要はね、結局勝俣さんにしても他のこれ批判してる人にしても、やっぱり世間の目を気にしてるの、みんなの目を気にしてんの、自分が変な人って思われたくないので、せっかく国がマスクは個人の判断です、 JR も個人の判断です、マスクしてくださいとはもう一言も言いませんと大々的に発表したんだから、あとはおとなしくマスクしない人が徐々に増えていって、いつの間にかマスクする人が少数派になって、マスクしたいのが当たり前だよねっていうのが人々の間に共有されて、それが常識というふうに取り戻せるっていうのを、それを望んでるわけですよ。だからいちいちこうやってイチャモンつけて、マスクしてない人はちょっと変わった人だよねっていう印象を人々に与えてほしくないっていうのが大方の意見なわけ。うん、この人が批判されてるのはそういうことなわけで、そこも正直に言わない人もいるけれども、まあそういうことなんですよ。日本人結局世間ってものをずっとね、1から10まで全部世間、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 世間なんですよ。うん。だって社会で生きてるんだったら、国が別に自由って言ったらもう自由なんですよ。JR がそれでいいって言ったらそれでいいんで、それで終わりなんですよ。うん。世間ならそんなもの存在しないからね。でも世間が一番、世間が大事なんていう日本人にとっては、JR がどうとか国がどうの問題じゃないの。うん。ただね、その私はそこに問題があるなと思ってて、日本でさ、その世間ばっかり気にしてたら、これ法治国家としてさ成立しないわけですよ。だってそうだよね、コロナ騒動だって結局法律、そのマスクしなければいけませんとか、その外出を自粛しなければいけませんなんて法律は一切ないのに、そういう法的拘束力を一切使わずに、マスクのお願いとかを空気、その世間の空気だけを使って人々に推し進めてっていうことをやってきたわけじゃないですか。でこれをやられてしまうと、それをやってる側の政府の責任とか追及できないんですよ。だってさ、裁判所に訴えたらどうします？強制してないんだから、自由にすればいいじゃないかとね。つまりマスクを推奨はしてるかもしれないけども、推奨してるだけなので強制ではないので、マスクしてない人の権利は侵害されていませんって言われて終わりなんですよ。う
うん、でもやっぱり世間の目が気に入ってマスクせざるを得ませんってなってしまったら、これさ、その人々を支配する側としてはこんなに都合いいことないですよね。だってさ、法律で強制すればその責任は問われる。だから実際アメリカとかでマスクしなきゃいけないっていう法律とかね、条例とか作ったら、それを裁判所がそれは憲法違反ですって言って、その規則をですね、差し止めたりとか、そういうことがあるわけですよね。フランスでもそうですけれども、欧米ではそうやって、法律とか条例で人々を縛るけれども、ただそれがやりすぎとなったら、裁判所がそれにストップかけるっていう感じで、ちゃんと法律というね、明文化された規則を持ってですね、社会というものを作るって、これは基本になってるわけじゃないですか。うん、そうすると、自由に対してはある程度の一定の制限かけうるかもしれないけども、やっぱりかけすぎたらやっぱり歯止めがかかるわけでも、日本の場合は法律とか条例とかね、作らなくても、うん、政府がこうしなきゃいけませんって命令を下さなくても、空気さえ作ってしまえば人々の縛ることができてしまったら、でその縛ってる側の責任も問われないわけじゃないですか。これもうやりたい放題になってしまって、何がしてよくて何がダメなのかっていうのが分からなくなってしまって、これではさ、人々の自由というものがあやふやになってしまうわけですよ。うん、だからこれではやっぱりさ、ちゃんとね、近代的な、法治国家とは言えない。だからやっぱりちゃんと日本が法治国家としてですね、になるためにはやっぱり個人ってものを作っていかなきゃいけないわけで、その個人っていうのはその別に世間なんてものをですね、よりどころにするものではなくて、個人としてちゃんと精神的に自立している存在ですね。こういうものを基本にして、世間ではなくて社会を作っていくんだと。でこういうふうにしていかないといけないわけですよ。でその時にさ、コロナ騒動が、まあ、これから終わるって時に、そのいつ最後まで世間を気にしているようではいけないなと思うので、まあ、私はどちらかというと、世間をさ、なんとかなだめてすかして、そのマスク全体主義を終わらせるのではなくて、日本人が心の底から世間をよりどころにしてはいけないんだなと、世間を心の支えにしても何のいいこともないんだなってことを骨の髄までさ理解するしかないと思うんですよ。うん、だって日本には一神教の文化がないし、その日本人がさ本当の意味でさ心の拠り所にできるような宗教もないでしょ。まあ、天皇はいるけど、別に天皇がね、もう現代社会においてはもう属性的になってますか、属っぽくなってますから、そのまあ象徴ですよね。ですから、で別にキリスト教みたいな一神教もないってなるとですね、もうね、世間がはびこるんだけども、その世間をよりどころにしたら損するんだっていうことね。世間に寄りかかっても世間は何にも助けてくれないし、世間なんてむしろ世間なんかぶっ潰してるやつが得をしてるんだと。世間なんか踏みにじって好き勝手やってるやつが結局は得してるのであって、世間をいつまでも気にしてるやつがいつまでも貧乏くじ引くんだっていうさ、その現実を目の当たりにしたときに、もしかしたら日本人は世間というね、一つの宗教から脱却できるかもしれない。そしてちゃんと自立した個人になれるかもしれないというところに一筋の希望を見出す私としてはですね、あえてこの弾又さんのような人が、マスクをしない人をですね、変な人だと思わせることによって、要するにその世間とさ、政治を分離していきたいんですよね、私は。うん、つまりさ、政策的にはもうマスクはもうお願いしませんっていう風に国の方針として、なってるわけですよ。であるならばもう好きにすればいいわけでしょ。もう全然何のさ憂いもなくマスクをやめられるはずなのに、いつまでもマスクやめられないね、世間を気にしてる人たちは、ただそういう人たちが勝手に貧乏くじを引くだけであって、いつまでも、世間を気にしてざまーっていう、私がそういう気持ちなんですよ。うん、私はもうこれね、もう JR 東日本がもう何にももう言いませんと、ね、着用を求めないっていうふうに言ったことによって、あ、もうこれ全然もう完璧だなと思いまして、もう私はもうゴールしたんですよ。うん、これでいいの。うん、だってもう何もマスクお願いしますとか言われないんだもん。うん、バスも電車も、ね、お店でも、うん、そうですよ。
家の近くのスーパーマーケットってね、もうクソみたいにさマスクお願いしますみたいな張り紙があったけどもうなくなってましたので、私は非常に清々した気持ちなんですよ。たださ自分自身としてはそんな清々してるし、もうそれでマスク全体主義終わってよかったなと思ってんだけど、たださこのまま平和のうちにさマスクが終わってさコロナ騒動が過去のものになって、あよかったですねってさ平和的に着地、それじゃあ日本はさダメですよ。ちょっとさ今までさ世間を気にしてさバカみたいにマスクしたやつがさ痛い目を見てさ、あ世間を気にしてたからこうなっちゃったんだってことをさちょっと反省してもらわないといけないと思うんだよね。でそのためにはその政府が何と言おうと JR が何と言おうとやっぱりマスクしてないやつって変なやつだよねって気持ちを人々に持たせることによって、でも別にマスクするべきなんだっていうところのさ別に何の根拠もないわけじゃないですか。だって政府だって別に個人の判断だって言ってるってことはさ、マスクするべきだって自分が勝手に言ったとして、え？でも政府は別に好きにしろって言ってるけどって言われたらもう塩塩のパーじゃないですか。だからもうなんていうのかな、何のさお墨付きもない中でいつまでも世間を気にしてマスクしてるやつが勝手に損をするっていう状況を作っていってですね、じゃあなんでそのあなたはマスクしたくないのにしてるのって言ったら、世間を気にしてる、みんなを気にしてるからでしょ、うん、でみんなの目を気にする人たちがずっとねいつまでもねマスクやめられないと、うん、でそのマスクやめられないんだけども、そのマスクをし続けている自分を、は良いことをしてるとかね正当なんだ、つまりマスクはしなきゃいけないものなんだっていう根拠が全くどこにもないまま、ただただ世間だけを気にしてマスクしてる人たちがたくさんいるっていう状況をずっと続けることによって、日本人はようやくそこであれ世間気にしたらさこれ全然何のいいことないなってことをさ気づくんじゃないかと思うんですよ、うん、そこまでやるためにはですねやっぱりもうちょっとね日本人にはね世間を気にしてマスクをし続けてもらわないといけない、うん、という意味で私は勝俣さんを応援したい。別に勝俣さんの意図ではないかもしれないけどね、勝俣さんはそのマスクやめてほしいんだと思う、うん、ただ私はあんまりやめてほしくはないね、うん、あえて言うけど、まあ、全然やめてほしくない、うん、私は別に何にも言われなければそれでいいの。アナウンスでとか張り紙とかも含めてマスクお願いしますお願いしますお願いしますってしつこくそういうの言われるのは嫌なだけなの、うん、言われなければもう他の人がどうであろうと関係ないんですよ、うん、だからこそお前らにはずっとマスクしてマスクし続けて、ね、自分のさ弱さをさ噛みしめてほしいわけよ。そうでないと日本はさいつまでたってもさ幼稚なさ国のままになっちゃうからね、うん、ってわけでね、であるからこそですね、ノーマスクピック、2021年にですね、こんなニュースがありますね。ちょっと最後まで見えないね。大型連休中の5月、これ2021年の記事ね、今から2年前ですね。大型連休中の5月、全国各地でマスクをつけずに屋外でピクニックを楽しむ全国同時ノーマスクピクニックデーの開催がインターネットで呼びかけられている。新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中、ツイッターでは批判が殺到、開催場所とされた自治体から倒幕の声が上がるって言ってね、2019年の笑顔を取り戻そうとして、まあそのねマスクせずにさピクニックしようよってことを言ったら、何そんな奴らが集まるなんて怖いわみたいな感じで結構その論争になったわけですよ。これさ私もう一回やればいいな、まあ自分がさ企画するっていうその行動力というかコミュニケーション力もないんだけど、これもう一回さやったらいいと思いますよ、まあ、やらないんでしょうけどやるんですよ。 今ねまださまだね街行く人の多くがまだマスクしてる、今がチャンス、最後のチャンスですよ。今この最後のチャンスにあえてここでノーマスクピクニック、まあノーマスクピクニックじゃなくて反ワクチンデモでもいいし、反マスクデモでもコロナ騒動 PCR、反 PCR デモでもいいし、なんでもいいからとにかくマスクをつけずにコロナ騒動を批判するっていう、政治的活動の一環として何かアピールするってことを今こそやってほしいんですよ。今こそ、うん、
で、なんでやるかっていうと、それによってみんなもうマスクやめようよっていうことを言いたいわけじゃなくて、まあ、表面的にはそういうこと言うんですよ。表面的にはみんなもうマスクやめよう、もう日常を取り戻そうっていうふうに訴えるんだけれども、その訴えっていうのは日本人に対しては逆に通じるってことはそれ分かってるんですよ。それ今そうやってノーマスクピクニックやら何やらをやったら、あ、やっぱりマスクしないやつは変なやつなんだって印象を人々が持って、余計マスクやめられなくなるわけ。それは世間を気にしてやめられなくなるわけで、やめられなくなってほしいわけですよ、私としては。うん、だからすでにやめられなくなっても、でも結局政府としては粛々と2023年の5月には正式に新型コロナを5類に引き下げるし、それによって、さまざまな業界のね、感染対策ガイドラインになるものもですね、全部それが廃止になるわけですよ。まあ別にガイドラインなんか本当はどうでもいいんだよ、法律じゃないから。ガイドラインなんかに縛られるのはおかしいんだけども、2023年3月の時点ではそのガイドラインはあるんだけども、ただマスクは要求しないよっていう状態なわけだけど、5月になったらもうそのさ、ガイドラインそのものが全部廃止になって、全部、正式に平時に戻るわけですよ。うん、でそうなった時に、いつまでも世間を気にしてマスクやめられない人は完全にはしごを外されて、ただ自分が世間を気にしておどおどするっていう状態、その宙ぶらりんの状態になるわけ。うん、その宙ぶらりんな状態にしてほしいんですよ、私としては。うん、つまりさ、日本人はさ、世間をよりどころにしてさ、みんなと同じことしてれば、なんかはしごがつながってると思、はしごをさ、かけてくれると思ってるでしょ。甘えんだよ。うん、みんなと同じことをしたって、みんなで一緒にはしご外されることはあるよっていうことをちゃんと理解する、それによって世間というものを信じるっていうね、その世間みんな教を脱却するための一つのきっかけになるんじゃないかと思ってる。それによってちゃんと日本が法治国家として成熟した、国家になるっていう、まあそういうねビジョンなわけですけども、まあそのためにはですね、まあ一つの、やり方として、あえてここで、マスクを、ね、人々がやめづらくするっていうね、うん、それはマスクしましょうしましょうということによってやめすんじゃなくて、逆にマスクやめましょうやめましょうっていうふうに訴えることによって、逆にマスクをやめづらくしてほしいんですよ。うん、だからそうなっちゃうから、結構そのコロナ騒動を批判してる人たちもそのやめてくれって感じでね、この勝俣さんに対しても批判がね、あるんだけども、まあそういう人も含めてですね、私はもういつまでも世間気にしてんじゃねえよと、うん、ちゃんと個人として脱皮しろよと言いたいわけですね。うん、まあただまあまあそういう自分もですね、ちょっとまあ別の心理もありましてですね、要はね、まあ日本の将来を考えたらちゃんと個人を作らないといけないっていうのもあるんだけど、あと一つとしてね、もしかしたらこっちの方が大きいかもしれないんだけど、なんかしれっと日本人がマスクやめてるのがムカつくんですよ。うん、だいたいさ、あれなんだよね、その政府がね、マスクは個人 の判断ですっていうふうに言ったら、JR 東日本は混雑時も含めて乗客に着用を求めずって言ってるんだけども、でもさ、社員に対してはさ、マスクさ、させてるよね。まあ、駅員とか車掌とか、いまだにマスクやらせてるでしょ、多分してると思いますよ。でお店とかもさ、お客様に対しては一切言わないし、マスクのご協力お願いしますっていう風に言わない、一切その張り紙もしないけれども、店員は引き続きマスクをしますみたいなさ、そんなところばっかりなんだよ。うん、だからセブンイレブンがさ、確かさ、新しい張り紙作っててさ、うん、ちょっとツイッター検索したら出るんじゃないかな。ないか。あ、ないか。なんかね、私の近くのセブンイレブンに行ったらですね、
マスクお願いしますって張り紙がなくなってて、代わりに従業員のマスク着用って書いてあったんですよ。うん、まあ要はね、お客様に対して何ももうその要求はしないけれども、従業員に関して、まああの店員さんとかね、店員さんに関してはマスクこれからもするさせるぞってことらしいんですよ。まあ多分5月までやるんでしょ、やるのかなと思うんですけども、なんでこうなっちゃったのかってことを考えてほしいんですよ。うん、だってさ、政府としてはですよ、もともとマスクは義務じゃないんだけど、好きにすりゃいいんだけれども、ただもうね、まあ、あえて強調する形でそのマスクは個人の判断ですって言ったわけじゃん。で、個人っていうのはさ、別にさ、お客さんもさ、お店の人も全部個人なわけ。そうでしょ？契約でそのお店で働いてる人だって、従業員だってその従業員としての契約には縛られるけども、その本来マスクするかしないかは本人が決める個人的なことなわけでしょ。だから当然そのさ、政府の方針にそのまま従うんだったら、従業員だってもうマスクしろって言っちゃいけないわけですよ。なのになんでさ、従業員にはマスクさせるの、会社としては。なんでよ、 JR もさ、お店もセブンイレブンもね、なんでなので、それはなんでかって、それが一番無難だからでしょ。つまりさ、お客様にはもう何も言わない方が無難だけれども、従業員にはマスクさせといた方が無難だと思ってるからよ。じゃあさ、なんでさ、お客様にさ、マスクさせない、何も言わない方が無難なんですか。それはさ、マスクしろって言ってきたせいで、さまざまなトラブルが起きてるからでしょう。うん。だからさ、そのマスパセさんが飛行機降ろされた事件、そのマスパセさんが飛行機でマスクしてないって言われて、マスクしろって言われて、嫌です、マスクしたくありませんって言ったら、じゃあ降りろって言ってね、降ろされちゃったっていう事件がありました、2020年、今から3年ほど前です。ね、それだけそこまでひどくはないけども、お店でマスクしてください、嫌ですみたいなね、そういうちょっとしたトラブルっていうのは、もうこの3年間ずっとね、あちこちで起きてきたわけですよ。でもさ、そのトラブルがあったからこそ、お店としても、JR としても、マスクしてくださいっていうことがトラブルにつながるっていう認識を持ったわけじゃないですか。うん、私もマスクしないから、お店の店員さんにマスクしてくださいって言われたこと何度もありますよ、いろんなところ でその度に嫌です嫌ですって言ってきたわけ。役所の窓口でも言われましたよ。でも嫌ですって言ったら、ああみたいなね、まあ、引き下がるわけですよ。でもやっぱ相手としてはさ、してくださいって言ったらしてくれると思ったわけでしょ。でも嫌だって突っぱねられてさ、うわって言って、ちょっとさ、嫌な気持ちになるわけじゃないですか。私も嫌な気持ちになりますが、お互い嫌な気持ちになるわけですよ。でも嫌な気持ちになってでもマスクを断ってきたわけで、断って相手を嫌な気持ちにさせてきたからこそ、もう嫌な気持ちにさせたくない、嫌な気持ちになりたくないから、もうマスクしてくださいっていうふうに言うのはやめようってなったわけよ。そうでしょ。政府がそういうふうにさ、個人の判断ですっていうふうに言ったからっていうだけが理由じゃないわけよ。もしそれが政府の方針そのままって言うんだったら、従業員だってマスクしなくていいよってなるはずじゃないですか。なんでならないのかって言ったら、それは従業員と会社の間ではあまりトラブルが起きてないからですよ。うん。従業員はさ、従順すぎて、マスク しましょうねって言ったら、はい、承知いたしましたってさ、ほとんど文句一つ言わずに、マスクつけて働いてきたわけでしょ、ほとんどの ところで。だから、今までそうやってね、まあ、ほとんどトラブルが起きてないんだったら、しばらくマスクさせといた方が無難かなみたいな風に判断になっちゃうんですよ。でもお客様との間ではトラブルが頻発してきたから、もう何も言わない方が絶対自分たちにとっても心が平和に保てるって思うから、政府の方針にそのままスラッと流れて、そのマスクしてくださいと言わないっていう方針になったわけですよ。結局さ、結局自分、まあ、私も含めてですね、マスパセさんも含めて、コロナ騒動を批判してきた人たちが、その嫌な気持ちになりながらも妥協せずに戦ってきたおかげで、今マスクしてくださいって言われないという状態を勝ち取ったわけよ。そうなんだよ。結局闘争、自由のために、権利のために闘争したからこそ、マスクしてくださいって言われなくなったってところまで来たわけ。なのにさ、自分たちが一生懸命さ、戦ってきたからこその成果なのに、そのほとんどの普通の日本人がさ、その成果にただ乗りするっていうのも、なんか私としてはちょっと尺なわけですよ。まあ本当はそういうね、お前フリーライダーだろうとかね、まあそういうのは良くないっていうのは分かってんだけどね。そんなこと言ったら自分だってね、そのどれだけ税金を納めてるのかと。ね、1年間で1000万ぐらいの年収がある人はですね、
受けている公共サービスよりも払っている税金の方が大きいわけですね、多いわけですけれども、例えばその年収300万とか、ね、400万とかの人っていうのは払っている税金ではですね、公共サービス全部賄いきれない、つまりですね、経済的にはちょっとこう助けてもらってる立場なわけですよ。でそのボーダーラインが確か900万ぐらいだったかな、そのぐらいなんですよね。だからまあその900万の年収がない人っていうのはそのまあフリーライダーだよって言われてしまったら、まあフリーライダーのようなものかもしれません。うん、なのでそれも含めての助け合いなので、自分としてはそのお金に関してはね、私そこまで税金払ってないからさ、収入少ないからね、そんなに収入がなくて税金を納めてる額、納税額が少ない代わりに、こういうコロナ騒動が起きた時にその社会の正常化のために力を尽くすし、人々が平和で自由なね日々を取り戻せるために全力で戦うと、うん、それはいつも納税が少ない分だけ自分は頑張りますっていう風に考えればさ、それも含めてさ社会の助け合いですから、別にそこでね、お前そのさ何にもさのごほんとさバカみたいにマスクしてさ、でなんかみんながマスクやめたら僕もやめようかなとかで、そんな甘ったれてんじゃねえよと、俺たちがいくらがどんだけ頑張ってきたと思ってんだってさちょっと言いたくなるけど、あんまりそういうのは良くないなと自分自身も思います、思いますけれども、ただやっぱり感情的にはさ、ちょっと日本人もちょっと強くなれよと思うわけですよ。なのでこのまま平和的にマスクを終わらせるんじゃなくて、もっとマスクやめづらくしてやろう、やりたいななんてね、まあ、ちょっと思ったりするわけです。うん、まあそういうことでですね、コロナ騒動はですね、終わることは、まあ、終わりが、まあ、政府から発表されてですね、5月には正式に終わりますと。なんですが、まあちょっとね、それまで、ちょっとね、視聴者の皆さんにはですね、マスクしろというふうにですね、ちょっと圧力をかけていきたいなと思いますので、まあ、視聴者の皆さんもね、マスクの着用にご協力をお願いいたします、ね。日本人はマスクが宗教でございます、ね、やっと手に入れた僕たちの共有のシンボル、ね、シンボルですよ、国民統合の、ね、象徴としてですね、視聴者の皆さんにはマスクの着用、ね、家から一歩出たらマスク、ね、買い物するときはマスク、学校行くときもマスク、電車乗るときもマスク、飛行機乗るときもマスク、ね、マスク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 、ね、よろしくお願いいたします。